信州東学市池森そば赤坂店オープン。今回はなんと池森監修プロデュースそば第6弾サンプル、はい、池森ブランドそば第6弾、なんと岩手県にある小山製麺さんとのコラボシリーズ、あ、コラボシリーズだ、コラボこれシリーズとしては6弾目ということか、はい、ね。で、今回は、まあ、前回、テレビでも紹介しました、赤坂店でも使った、おそばはあれ28なんですよ、はい、で、コラボするにあたりまして、なんと池森9割そばをリクエストしました。9割なんとも中途半端なのか10でいいじゃんっていう。あ、おいおい、うん、いや、これね、あの、まあ、いわゆる外一っていうのかな、はい、外一そばもしくは9区一よりは多いってこと。外一、そうそう、外一ちょっとうまく原さん入れといてね。外、まあ、いわゆる9割そばの一種らしいんだよね、外一っていうのは。そうですね、うん、10分の11です、うん。さあ、4分今回はそれをリクエストしてですね、で、一度あの試作が来まして、はい、で、その時にあのちょっとリクエストしたんです。じゃ、その後にあの小山製麺のスタッフの皆さんがなんかあの納得いくまでちょっと時間くださいみたいな、すごくね、多分これ仕上がってます。マジっす、楽しみですね、うん。ここになる前に1億もあったんですか？あったんです、あったんです、はい。で、かなりあの今回細麺にこだわりました、はい、はい、そうそう、外一を作る、外一っていうネーミングの池森そばを作りたくて、うんうん、まあほぼ 10割に近いんだよね、はい、外一って何ぞやって調べるとね、はい、で、99.01% ぐらいがまあそば粉で、 0.9% ぐらいにつなぎに小麦を入れるっていう。91ぐらいか、99点つって今、あ、91ぐらいのそば粉に 0.9 か、あ、そうか、うん、いや、小山製麺の出会いはさ、あのあそこっすよ、日本アクセスさんに行って、はい、いろんな種類食べたじゃん、はい、まあ、あの時で6種類ぐらい、それでもうちょっと食べた、もうちょっと8種類食べたか、はい、いや、抜群にうまいと思ったんだよね、小山製麺の乾麺いただいて。そしたら第6弾小山製麺とのコラボ外一そば、はい、なんかいいじゃん、外一ってさ、ちょっとこう酢っぽいじゃん。そうですね、そのときの人しか知らないキーワードですね、うんうん、外一って響きいいもん。だってそもそも外一を知ったのも、あの群馬のね、はい、カレーそば食べた時に、あのマスクの知らない時から2回目で紹介させてもらいましたけど、いや、あの後も大変だったらしいですよ、ね、駐車場から国道沿いなんですかね、はい、もう大渋滞だったそうです。はい、渋滞、多分今現在車だし、うん、やばい、喋ってる間にネギやら何やら、まあ今回まあ盛りそばなんでね、もう一番オーソドックスな、あ、まな板ちゃんが揺れます。そうだ、家事ヤロウの撮影現場ってここだって皆さん気づいてくれました？まあ、わかりますよね。わかりますよね。そりゃそうですよね。もうちょっと、あ、そうだ、広げてくれよ。嘘嘘。まさか赤坂店からな。地上波に乗っかるなんてね。まあ、やっぱテレビって、あの反響でかいね。うん。まあ、ちょっとマツコの後の繰り返しになっちゃうけどさ、あんまり
その今までねテレビに出てこういうこと起きたああいうこと起きたってあんまりない中でさ、はい、来たからさ初めてマツコの知らない世界出た後のあの反響がさもうちょっともう誰が一番びっくりしてる俺が一番びっくりしてるよしあまたそこも結構いやうんおっと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 なんかいい感じっすよザクッあ、そば湯もしっかり楽しめる感じだね香りもいいですね香りもいいんだよねあれ水の出ってこんなもんだったっけこんなもんじゃないこんなもんかあ、うん、細いですね細いっすねただ茹でるとやっぱりあれだね多少いや鍛冶屋の時にほら乾麺のほらその消費量みたいなグラフで出たじゃん、はい、ああいうのほんと見るとさ俺なんかほんとまあまあ貢献したんだなと思ってさ嬉しくなったわもうますます乾麺うまいよっていうのをね叫び続けたいとおお十分ギュッといい締まり具合なんかこうねキュッキュッキュッってわかる雪国ってさ新雪がキュッああいう感じよなんか岩手の景色とこんぐらいかな 100g ちょっと今回っちゃったよ前回パスタ薄く食ったから回っちゃったよよしこれにまた池森つゆを右がはい甘口あ辛口でしたまだ覚えらんね黒が辛口なんだね、はい、で白が甘口左が甘口いやでも贅沢っすよね2種類のタレで食べるもりそばいやですねいやまた一つ美味しいおそばの仲間入り、小山製麺とコラボした、外市そば盛りそば完成試作品いただきますもうね見てこれもうはい仕上がってますだって1ヶ月ん1回目の試作からはね1ヶ月ちょっと経ってるよおお、うん、かなり開発をかなりね、うん、力でやってくれるんですね、うん、ちょっとまあこのままねいただきますいやうまいのようん、まあ、俺いつも言ってるけどさ42、47都道府県中42件おそば屋さん行ってさテレビ出た時に1位2位3位決めてくれみたいなのあるんですけど、はい、本当決められないっていつも言うじゃん、うん、もう全部そのそばを作る職人のこだわりとかさそば粉の多分産地とかも違うからもう全部うまいわけ、うん、だから多分47種類のうまさがあると思うんだよ。まあもっとか。はい、まあ結構もうそこのそれぞれのね。やっぱそれと一緒なんだよ。乾麺もね。うん。だから二八とも二八兵衛とも立ちそばともまた全然違うね。この景色と味わい。うん。いやー。小山製麺のスタッフの皆さん
完璧でございます。一礼。さあ、さあ。甘口と辛口。これもまたね、贅沢っすよ。これね、前にも言ったけど辛口にはね、わさび。で、甘口には柚子胡椒。ちょっと小さいスプーン使わなかったんで、アイちゃん。さあ、じゃあ辛口から。もうイケモリつゆね、本当に好評でございます。ありがとうございます。あの業務用とかがね、もう結構。売れております。あ、だめさ。いや、うまいんだもん。美味しいですか、ね、本当にうまいんだもん。いただきます。おいはい、音割れた、多分。もう、はい、うまいよ。うん、これが外市なんだ。うん、まあ、外市のそばってさ、そんなに食べたことないわけでさ、ただその当然あの小山さんのあの煮足同じものね、はい、ただこうなジャケットだけ変えて出すのもさ、はい、そうですね、なんかそれだと全然こう、はい、なんか俺が監修した、はい、色が何もないじゃない。あ、外市、外市だ。さあ、見事に作ってくれました。うん。うわあ。うまい。新しい表現が生まれました。ちょっとうるさいけど、あの歌ってるぐらい、歌ってる声量レベルで。あ、これね、いわゆるワインみたいにブラインディング、あのブランド、あ、ブラインドテイスト、ブラインド、はい、隠して、はい、手打ちと、はい、これ乾麺とでやったら、はい、当てる自信ないな手打ちを。うん、そのぐらいね、あの本当にお店で食べる感じ。これはこれはうまいぞ。うん、はい、うまいとか俺まんま流行るような気がしてるんです。なんか言ってくれてたよね、バカリズムさんね。あ、そうですね、うん、なんかリピートしてたよね、はい、拾ってくれてました、うん、いやー、ほんとにね、どっちもうまいっす。いやー、もうこれもうもうどこのあの何もないです、私。うん、もうスタンディングオベーション。もっといっぱい足しててスタンディング。もうスタンディングオベーションだよ、もう。いやー、ちょっとね、レベチだね。出ました、レベチ。ちょっと、あ、そば屋もあったのかな。じゃあ、2つとも。雪国のキュッ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 とあの雪の踏む音入れといていけんさ探してきた。すいません、すいません。それはいやー、この細麺でさ、まあ、100g ぐらいで、なんかもちろんなんかうわいっぱいってな ら,、はい、ならないじゃん、はい、たださ最後にこうやってそば湯で締めると
だ。甘い、うん、甘い。もうはい、本格的あのまた全然ね、こうキャラの違うお蕎麦が仕上がりました。皆さんちょっとお楽しみに。これ相当期待しててください。楽しみですね、うん、楽しみ。外一蕎麦、小山製麺×池森秀一、外一蕎麦完成あー、うまい。うん、そこ結構溶け出してますもんね。うん、相当溶けてたね。うん、蕎麦も十分楽しめる乾麺ってことですね。あ、何気にあの最後甘口と辛口混ぜずに、今甘口にの蕎麦湯、辛口のこれ2種類、あ、これもありだね。あ、確かにそうですね。いつも混ぜて、混ぜたやつに対して蕎麦湯入れてたけど、これまたね2個最後まで美味しく食べられますまあまた蕎麦湯ずっと飲んでたらずっとただ回るしっぱなしになっちゃうんで、一応締めということで、岩手にあります小山製麺とコラボしました外一そば完成しました。もう多分ね、この麺こだわって作られた、スタッフの皆さんの今こう姿が浮かんできたっていうかね、結構時間かけて一番いい外道を作ろうという気合がね、ほんと感じました。商品化するまでにはどうだろう、1ヶ月ぐらいかかるかな。もうちょっとかかる。あ、もうちょっとかかるかじゃあ春には花粉がビュンビュンな頃には外一そばが旅立っていく日が来るかなっていう感じでしょうか。皆さんぜひお楽しみに。いやマジまたレベチの、乾麺ができました。嬉しいです。はい、嬉しい。ということで信州戸隠池森そば赤坂店、チャンネル登録と皆さんグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で閉店。